長セリフですよ。60秒の長セリフ、なかなか見たことないです。次の時代は俺が作らなきゃいけない。そして君が作らなきゃいけないし、あの人が作らなきゃいけない。年齢も立場も関係ないけど、若ければ若いほどチャンスがあるのも確か。イメージしよう。例えば10年後、君はどこで何してる？俺だったら立て直すなんて面倒くさいから、新しく作り上げる。エンターテインメントを通して、国そのもの、すべての価値観まで。エンターテインメント、日本最高。俺はやるけれど、君はどうする？君のやり方が、見てみたい。あんまりそのセリフを言うっていうことが人生の経験でそんなになかったので、はい、それをこうやったっていうのが新鮮でしたね。うん、音楽をずっとやってましたね、はい、まあでもそれこそ自分はそのいわゆる受験タイミングが中学受験というかのタイミングだったので、うんうん、その時はやっぱり中学校に入ったらまあ、何かやりたいことが見つかるだろうと思ったら、はい、中1の4月で見つかったんで、 でそれからはもう本当にドラムを叩いて、まあ、楽器弾いてバンド組んでラップしてダンスをするっていうのをこう好き勝手やってましたね、うん、7つくらいバンド組んだりとか、うんうん、そういう感じでした。アーティスト業をして、はい、プロデューサー業をしてで社長業をしているので、うんまあ、リフレッシュになってるんじゃないですかね。ああ、それぞれなるほど。そうですね、今はもう寝る以外は仕事しかしてないですね。食べてる時も仕事してるから、そうですね、寝る以外は仕事しかしてないですね。でもなんかネタバレになっちゃうしなというそうですね、差し支えない範囲、差し支えない範囲ですよね、はい、難しいな。でもやろうとしてることはやっぱりなんか10年単位でいろいろあるので、うん、あでも普段自分がゆったりやったりしているようなことっていうのがスタンダードになってくると、うん、良いなとは思ってるので、スタンダードにするために頑張ろうと思っています。ただ自分たちがただ自分が自由に好きにやれる場をということだけのつもりではやっぱり自分も会社を作ってないので、うん、会社の成長も普通の何でしょう、もう10年経ったらやっとそのスタートアップの段階から抜けられるので、はい、ちょっとそうですね、まあ、会社としての成長も、うん、経済的な意味でもその雇用者数の意味でもどんどんと進めていきたいですし、もちろんその先にまた考えていることもありますし、うん、組織として作り上げたいなという感じはしますね。そうですね、でも学生ってあれですね、いい文字ですよね。学んで生きるなのか、生きるために学ぶなのかわかんないですけど、うんうん、まあこう、なりわいが学ぶ状態っていう時期っていうのは、年齢に限らず、その、なんでしょう、
そんなに取れることではやっぱりないので、はい、なんかトライアンドエラーの数を本当1個でも多く増やしてみてほしいなとは思いますね。失敗の数が多ければ多いほど財産になったり、無駄の数が多ければ多いほど財産になるっていうのは学生の何でしょうね、学ぶ上での一番尊いものというか、年齢重ねれば重ねるほどね、無駄なことしてたりとか、失敗を繰り返したりとか、まあ、してるわけにもいかないです。まあでも大人になったらなったでなんとかなるんで、今のうちに、はい、そうですね、なんか、失敗とか無駄を積み重ねて、それをこう人間としての財産にしてってくれれば、おのずと楽しくなるような気がしますね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あら、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。